とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使っていきたいと思います。ダイヤモンドの剣ですね。前回はこっち使いました。ダイヤモンドの剣のクリティカル重力リフレッシュ虚無ですね。やっぱり重力はものすごい重要だなっていうのは思ったんですよね。でも今回使うのがこれ、虚無、そしてリフレッシュ、クリティカル、ダイナモですね。重力なしです。でもダイナモがついてるので、火力は上がるし、ボス戦でもすごく使えると思います。重力なくてどうなんだろうね。ま、とりあえず、やってみましょう。それでは行きますね。プレイヤーがダウンすると、ゲームオーバーですね。これなかなか嫌いなんだよな。死んだら終わりっていうの。で、採掘者を持ってて、プレイヤーの HP が4になるまで、回復する。おいおいおい、防護再生。硬いなぁ。最悪の組み合わせだもんね、あれ。めちゃくちゃ硬い。行きます。おお、なんか飛んできやがった、あいつ。動いて。あ、動かないタイプか。ダイナモついてるから、やっぱ火力はね、いい感じだね。うん。調整できる。で、もしもなんかすっごい、囲まれたとしても、ある程度逃げて、で、ダイナモで、ガシッと倒していけば、いけるか。うん。まあ、やり方次第っていうことでしょう。うん。重力の方が楽だけども、こっちだと、超火力を出す可能性っていうのがあるので、やっぱいいんだろうね。まあ、ダイナモ1ぐらいだったら、でも1でも60万違うからね、ダメージが。一発60万だよ。これかなりでかい。ちょっと、お前は、エンチャンターは、あとで、倒すわけにはいかないんだ。よし。今回の敵、厄介だな。やたら風使いがいる。オッケー。風使いも鬱陶しいもんね。おい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 、重力付きかい、言っといてくれ。よし。オッケー。まあ問題ないでしょう。まあ一回死んだら終わりなんで、ちょっと注意しながらね、気をつけていきまーす。あ、これね、重力なくてもいいな。うん。いや、こっちの方が好きかもしんないな。戦い方はね、重力付きとは、また違うのよ、やり方が。でも、こっち好きだな。うん。しっかりとこのぴょんぴょんしていって、で、好きあらば攻撃を入れていくみたいな。うん。あー、好きだわ。で、 HP の高いやつが出てきた時でも対応しやすいのよね。それがやっぱりこのダイナモの強みだな。うん。確実に倒せるんで、削って削って倒すっていうことがないんで、うん、感じだね。やっぱそれぞれ良さがあるよ。うん。それぞれ良さがあって、どっちが使いやすいかっていうのはやっぱ個人的なやつだな。うん。このまんまね、ぴょんぴょんせずに戦っていくのが好きな人もいるしね。うん。ぴょん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 して戦うのが好きっていう人もいるし、これはエンチャントは好みだな、やっぱり。あー、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ね、危な。風使い、うっとうで、これ、すっごいエンチャついとったな。あー、やばいやばいやばい。死にそう死にそう。よし、やばい。待って、あー、危ね。風使い多いな、今回のクエスト。別に風使いに変わるとかいう変更点はないんだけど、風使い多い。すごい戦いにくい。よし。で、矢が337本。このまんまじゃちょっと足りないかな。中間地点到着。まあまあまあ、今のところ問題はなしですね。特に問題なくいけております。
今回の敵がね、なんかね、いつもと違うんだよな。あ、出てくるやつはね、もちろん一緒なんですけど、数がよ、数が。やたらクリーパーと風使いが多い。で、クリーパーになぜかエンチャント付きがたくさん混じってる。すっごいやりにくいですね。あぶね。すっごいやりにくい。あ、いるかな、キャプテン。一応、上を見に行きましょう。この上にね、おいおい、ほら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 。風使い。出たよ。今回マジでね、この風使いが多いんだ。よし、オッケー。なんだ、脅威か。で、多分ここにしかもういないんだよね。なので、あとはまあボスを倒すだけでしょう。それではあとはボスだけですね。お、ええ、ここ開いたまんま？え、前はあそこ解放しなきゃいけなかったんだけど、え、こんな感じでよかったんだ。ちょっと楽になってる。まあ別にあそこ楽にならなくてもいいんだけどね。よっしゃ、ダイナモをしっかり食べてネームドを倒していく。オッケー。風使い、今回やたら多い。風使い、なんだろうね、やたら出るし、クリティカルじゃないや、エンチャント持ちが本当に多いんだよね。防護付きとかも最悪だったからね。オッケー。できれば20貯めて一気にアタックしたいところだけども、ちょっと難しいよね。いけるか、なんとかしようか。 OK、 いけ。あー、でもこんぐらい20貯まってなかった。うーん、いけい、いやいやいや、3000万とか与えれば倒せるはずでしょう。 OK、 じゃあ次はパワーポーション使っていこう。パワーポー、あー、パワーポー使ってダメージ与えていきましょう。このダメージだったらばちょっと倒すのに時間かかりすぎちゃうよ。 OK、 もう無敵時間が鬱陶しい。このね、シールドの上からダメージを与えたいのよ。オッケー。ああ、よし、こんなもんか。ああ、こんなもんだわ。やっぱり何回かこれ繰り返さんとダメなんだな。おい、よし、お前も来い。よし、時間かかるわ、やっぱりテンペスト。これラスボスよりも時間かかるかもね、こいつを倒すのって。ラスボスは意外と早くいけるからね。こいつ倒すのちょっと時間かかる。 OK、 ちょっと待ってよ。これで矢で倒しつつ溜めよう。溜まった、いけ。おお、まあ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 、 OK、 まあまあだよ。いい感じ。次で確実に倒せる。この戦い方見てると分かると思うんですけど、ヘルスシナジーのこの有用性ね、ヘルスシナジーがもう最高です。ギュンギュン回復するしね。263の装備にヘルスシナジーは最高ですよ。ちょっとしたダメージだったらもう即座に回復するんで。 OK、 いけ、しゃー、倒した。時間かかった、なかなかかかっちゃいましたね。はい、ということで今日はこれ、ダイヤモンドの剣の虚無リフレッシュクリティカルダイナモ
使ってみました。いい感じです。重力付きも、使ってみたんだけども、俺は重力なしの方が使いやすかったです。まあこれがね、人それぞれ分かれると思うんですけども、はい、なかなかダイナモはいいエンチャントですよ。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。